いくよ。は、はい。カメラ回ってんの？もう回ってますよ。始まりました。オネスト TV。 くるるきっとくるるそのまま。くるる、いや、何かしらで出てくるんだろうなって思ったんだけど、あの、ホラーバージョンで。そう、なぜならね、もう、はい、ホラーなのよ。人がね、2人ぐらい入ってるかもしれない。結構でかい。これがですね、海外から届きました。おお、出ました。このパターンです、このパターンです。ということでですね、今日はですね、これを開封していきたいと思います。このどでかい段ボールを。前に海外からカルを俺が注文して届いて開封したっていう動画覚えてますか？あの時ね、俺ね、あの動画内でも言ってるかもしれないけど、あ、これだけだったっけって言ったんですよ。ちょっとそこはカットしちゃったかもしれないんですけど、はあ、やっぱあれだけじゃなかったんだよ。っていうのは、本当はこれもあったわけ。なぜならこの人はでかすぎて一回ね、送り返されたらしい、本国に。はあ、そうなんだ。船便でやっと届きました。ということで開封していくよ。イエーイ。この瞬間はワクワクしますね。この瞬間や、ワクワクするよ。じゃあ相当前にポチっちゃったやつが来たってこと？まあだから究極で言うと、レオに妹ゲリラタタをした時に、俺今朝ちょっとすごい、アメリカのサイトでポチっちゃったんだよねって言ったんですよ、うん、その日に注文したやつだから。あ、じゃあ本当にジャブ台と同じタイミングよ。こんな状況です今。全然わからん。全然わかんないね。これを滑らせていくか。いいよ。ああ、これでしょ。ああ、重い。いや、結構重いって。こういう時お前力絶対入れない人でしょ。ねえ。7割だ。なんでよ。なんか急に何よ。100出さないタイプ。そうなんだよ。いるじゃん。やってるふり。なんかサッカーゴール運ぶ。サッカーゴール運ぶ。めっちゃ体でなんか添えてるだけだよ。よーし、うん、組み立てなくていいやつだといいな。あ、心の声。もうこのまま使えるといいな。これいつも開封してるとさ、もうマトリョーシカ状態。だからマトリョーシカ生まれたきっかけって、これも開封してた時に、あ、逆にこれをこういう人形があればいいんじゃないかあればいいんじゃないかってな。これちょっと、いくわさん分かったぞ。え、こう、こうでいくわ。どういうこと？あ、ちょっと、はい、あれ、あれ、やっぱこういう時、八百屋やってたからさ。あ、すごい。やばい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 。え、あ、え、あ、え、傷つけた。やったな。今八百屋やってたからさって言ってちょっと調子乗ったよ、ね、調子乗った。マジで超恥ずかしい。俺こういうの早くできちゃうんだっていうさ。テンションで行きたい。やめろって。うわ、ちょっと見て、ちょっと見て。明確じゃん。え、どこの何の部分？まだでも分かんない。もうちょっとあ、悔しい。まだなんか思っちゃうさ。俺そういうことやんのよ。こういう時八百屋やってたからって言ってたな。ちょっともう一回再生してほしい。いや、そこのシーン。やっぱこういう時八百屋やってたから。あー、すごい。あー、すごい。めちゃくちゃダセえから絶対に。俺分かってんだ。そうやって生きてるやつ超ダサいって。
やばいな、30になってさ、大人になってさ、ワクワクして開けちゃってる。そうなんだよ。もう生きらないぞって何度もさ、生きてきてさ、反省してきたのにさ、まだ生きっちゃうんだね。黒糖で作ったんだ。シンプルに、シンプルにコンボ。オープン。だだー。おー、かっこいい。やはりここが、そうなんです、リコさん。はい、そうなんです。まあ、前回に引き続き、前回は、はい、そのフューチュラかけるモダニカっていうロスの、うん、家具屋さんのコラボレーションのコーヒーテーブルだったんだけど、うん、これはですね、うん、棚、キャビネット、キャビネット、うん、っていうのかな、正式名称は分かんない。棚か、棚、キャビネットか。うん、シャブ台とかさ、なんか和名で言われる。おいおー、来ました。これはかっこいいね。かっこいい。 え、めちゃくちゃいいじゃん。めちゃくちゃどこ置いても映えそう。え、これめっちゃかっけえじゃん。うわ、すごい。うわ、激渋。うわ、これいいね。いい。あ、これ買ってよかったわ。うわ、かっこいい。どこに置く？うわ、これどこに置こう、ね、むしろここでもいいぐらい。かっこいいもん。ほら、かっこいい。いや、もうかっこいいじゃんね。うわ、なんかあれだね。 Before fish? あ、そのパターン。Before fish? OK, beef?あれ what would you like to drink? そうそうだね。こっからね、あったかいなんかオニオンスープみたいな、こっちシューみたいな。すげえ、なんか、なんだろう、キャビアテンダントさんの、うん、気持ちがわかる。うん、こういう感じ。そうそうそう、イキリ傷、イキリ傷出ました。キリ傷とか、そういういろんな傷の種類がある中でのイキリ傷が一番ここがここいってんですよ。新品を、でもさ、そこまで目立たない。あの、画面通すとほとんど目立たないかも。ただ、肉眼ではしっかり見えるな、俺の生きり傷。くじぃ。でもこれはちょっと嬉しいな。いいね。ちょっといろいろ、なんだろうね、何を使い方ね、楽しみだね、うん、ちょっとまた今日、この後考えようぜ。うん、いいね。ということで、以上、アメリカから届いた巨大荷物開封してみたでした。イエイイエイ。